この動画は市場開拓助成事業の後編です。後編では申請手順や申請書作成のポイントなどについて説明いたします。スライドには募集要項の該当ページを記載しておりますので、募集要項をお手元にご用意の上ご覧ください。募集要項・申請書は校舎ホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。はじめに申請区分について確認いたします。前編での説明の通り、本助成事業の申請区分は2つあります。後編でも東京都支援製品の市場開拓助成を申請区分 A、 成長産業分野の市場開拓助成を申請区分 B として説明いたします。申請区分の詳細は前編もしくは募集要項1ページをご確認ください。それでは申請要件について説明いたします。本助成事業には中小企業者及び組合等がご申請いただけます。申請区分 A については一般財団法人、一般社団法人、NPO 法人もご申請いただけます。また東京都内に本店または支店を有していること、東京都内で実質的に事業を行っていることなどが要件となります。その他の申請要件は必ず募集要項をご確認ください。続きまして、申請書提出までの流れについて説明いたします。申請書の提出までには申請エントリー、申請書提出の2つのステップがございます。申請エントリーをいただけていない場合は申請書のご提出はできませんのでご注意ください。次に申請書の提出方法について説明いたします。4月12日から15日の間に申請書などの必要書類一式を校舎助成課の市場開拓事業担当まで簡易書き留め等の記録の残る方法でお送りください。お申し込みは4月15日木曜日の当日消印有効までになります。なお持参、普通郵便、電子メール等による提出はお受けできません。また書類不備等があった場合の対応時間を長く確保できますので、お早めのご提出をお願いいたします。申請に必要な書類はこちらです。1から10までの該当する書類をすべてご用意ください。1の申請前確認書、2の申請書は校舎ホームページよりダウンロードして作成してください。申請区分 A については募集要項の24ページ、申請区分 B については募集要項の42ページに詳細がございますので、申請の際には必ずご確認ください。本事業の申請から助成金の交付を受けるまでの流れを説明いたします。スライド4ページで説明の通り、本事業の申請申し込みは事前エントリー制となっています。2月24日から3月31日までに校舎ホームページから申請エントリーしてください。その後4月12日から15日の間に申請書類をご郵送ください。申請書類は申請区分で様式が異なりますのでご注意ください。申請書の項目はすべて漏れなく記載してください。審査スケジュールについて、申請区分 A は書類審査のみ行います。申請区分 B は書類審査を通過した方に対して面接審査を行います。最終的に総合審査を行い、助成事業者を決定します。採択されましたら、それぞれ申請書に記載した展示会に出展していただき、すべての展示会への出展が終わりましたら報告書を提出していただき検査を受けます。検査終了後、助成金の交付となります。また採択年度の翌年度から5年間実施結果状況報告のご提出義務がございます。次に各申請区分について審査の視点を簡単にご案内します。申請区分 A は書類審査で、市場性、必要性、企画内容、効果予測の4項目を審査します。各項目の視点については表の右側をご覧ください。審査員は
申請事業者の事業に精通しているわけではありません。意味が伝わりやすいよう丁寧かつ簡潔な記載をお願いします。申請区分 B は書類審査の通過者に対して面接審査を行います。審査項目は市場性、技術、製品の優秀性、イノベーションマップとの適合性、企画内容、効果予測の5項目です。各項目の視点は表の右側をご覧ください。どちらの申請区分にも募集要項後半の記入例や申請書の欄外にこういう意図で記入してくださいや、この部分は審査項目のどの部分の参考にしますなどの記載がありますので参考にしてください。先ほど説明いたしました審査の視点をもとに申請書を作成される際のポイントをご案内します。申請区分 A の方は募集要項33ページ、B の方は49ページの括弧5、市場性をご覧ください。こちらは審査の視点の市場性が問われていますので、助成対象商品の市場分析と販売戦略について記入してください。自社の強みと競合分析について記載いただいた上で、対象顧客は誰なのか、どのような価格設定やプロモーションを行っているのか、具体的に記入してください。市場規模や顧客ニーズを的確に把握した上で、競合といかに差別化し、販売していくか、そのような観点で説明してください。続きまして、申請区分 B へ申請の方のみ、募集要項50ページの括弧6、技術・製品等の優秀性をご覧ください。こちらは、審査の視点の技術・製品等の優秀性が問われていますので、助成対象商品の優位性や特徴等について記入してください。申請する商品がターゲットとする市場においてどのような優位性があるのか、具体的に性能のデータを交えて記入すると、第三者が客観的に理解できるように記載してください。引き続き申請区分 B へ申請の方のみ、募集要項50ページの括弧7、イノベーションマップとの適合性をご覧ください。こちらは審査の視点の技術・製品等の優秀性とイノベーションマップとの適合性が問われていますので、イノベーションマップの内容をよくご確認の上、助成対象商品がマップの開発支援テーマや課題等に対応していることを説明してください。次に、申請区分 A の方は、募集要項34ページの括弧6、必要性。 B の方は51ページの括弧8、企画内容1をご覧ください。こちらは審査の視点の必要性または企画内容が問われていますので、効果的な販路開拓の方法を検討し、出展する展示会や掲載する広告媒体の選定理由等について記入してください。展示会の選定理由および媒体の選定理由、掲載コンセプトについては申請に必要な書類の説明資料に詳細を記載いただくことも可能です。なお、対面型展示会において共同出展を予定する場合は、必ず共同出展の有無欄にありを記入してください。続きまして、申請区分 A の方は募集要項35ページ、B の方は52ページをご覧ください。こちらは審査の視点の企画内容が問われていますので、出展する展示会への取り組み方等について説明してください。当日の目標やそれに向けた事前の営業活動など、できるだけ具体的に記入してください。なお、詳細は申請に必要な書類の説明資料括弧1、出展企画書に記載することも可能です。続いて、申請区分 A の方は募集要項36ページ、B の方は53ページの効果予測をご覧ください。こちらは審査の視点の効果予測が問われていますので、展示会出展後の販路拡大予測をその根拠とともに記入してください。さらに、展示会出展による販路拡大の取り組みが自社経営にどのような波及効果を与えるか、記載してください。第三者が読んで
展示会に出展する効果が理解できるように、出展による直接的効果と間接的効果の両方から説明してください。続きまして、申請区分 A の方は募集要項38ページ、B の方は55ページの8、資金計画をご覧ください。上段の括弧1、経費区分別内訳については、次ページ以降に説明がございます。経費区分は、国内展示会等参加費、海外展示会等参加費、オンライン展示会等参加費の3つで、それぞれの経費区分の明細を先にお作りいただくことで、このページに自動反映される計算式が組まれております。次ページ以降、経費区分ごとのエクセルシートが分かれています。申請しない経費区分のシートは記入不要です。申請したい経費区分のシートのみ作成してください。経費区分ごとのシートが足りず、コピーして追加する場合は、合計額などが反映されませんので、シートの保護を解除し、直接手入力して検算をお願いします。また、このスライドの表の右端の列、助成交付申請額について注意がございます。印刷物制作費、PR 動画制作費、広告費の助成交付申請額として算出された値が各助成額上限を超える場合は、該当のセルが赤く表示されるとともに、欄外にエラーメッセージが表示されます。その場合は、それぞれの助成交付申請額の値を手入力で修正して、限度額以下にしてください。なお、各限度額の詳細は、募集要項8ページからの助成対象経費一覧でご確認ください。最後に、その他の注意事項を3点お伝えいたします。1つ目、オンライン展示会については、開催期間がおおむね1ヶ月以内のものが対象となります。それを超える期間のものや、期間の定めなく常時開催しているものは、助成対象外となりますので、ご注意ください。2つ目、対面型展示会とオンライン展示会がセット開催されている場合は、対面型展示会にかかる経費のみが対象となります。対面型展示会にかかる経費とは、国内展示会等参加費と海外展示会等参加費のことを指します。経費の詳細は、募集要項8ページからの助成対象経費一覧をご確認ください。3つ目、申請区分 B に申請される場合、申請する助成対象商品がイノベーションマップの開発支援テーマに該当するか否かは審査の対象であるため、申請前にお問い合わせいただいてもお答えできません。以上で市場開拓助成事業の後編は終了となります。ご不明な点などございましたら、ご覧のお問い合わせ先までご連絡ください。皆様からのご申請を心よりお待ちしております。